すみません、いろいろとバタバタしてますけど。いや、ごめんごめん、遅れてきてごめんなさい、ごめん。よろしくお願いします。お願いします。ツイキャスが始まるよ。あー、先生、さっきはありがとう。カンパでね。うん？うん、見て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 、大丈夫よ。さあ、今からね、ビースタで始めるわけなんですけれども、大丈夫かね？初めてやるからさ。で、自分でやるわけさ、ミキシングも。やるからできるか不安なんですけれども。で、しかも今日はね、コンタクト入れる時間なかったからさ。あー、こちらこそありがとう。まだ食べれてないわけよ。ありがとうね。後で食べるからね。ちゃんと後で食べるからよ。さあ、あと30秒ほどで生放送始まりますよ。ビースタからの生放送でございます。初めてやりますね。できるのかな？さあ、あと30秒ぐらいでございます。メガネもかわいい？ありがとう。これね、オンデイズなの。初めてかもしれないよ。ラジオで、メガネ出すの。高尾さんどうもこんばんは。さあ、あと10秒ほどで生放送始まりますゆえ、ちょっと携帯から BGM かけたりするので、ちょっとぐちゃぐちゃするかもしれないんですけれども。はい、よろしくお願いします。はい、2、1、いきます。15日木曜日20時になりましたが、トリングラジオでございます。先週、先々週と引き続き、収録放送だったり、再放送だったりとね、感じで、FM 議論がちょっとね、工事中ということで、私2階にさ、降り立った途端にさ、なんかすごい 目の前にさ、知らない景色が広がってたからびっくりしてさ、本当にここが2階かどうかわかんなくなったんですけど、これマイク入ってる？入ってるよね？入ってる？聞こえる？みんな。聞こえる？ちゃんと聞こえるかな？私のね、ヘッドホンで聞こえないんですよね。はは、ウケる。そんなこんなで、はい、コメントの方からですね。ちょっと今日はですね、ツイキャス見てる方はですね、ちょっといつもと違う立ち回りというか、いつもと違う感じなんですけれども、しかも今日メガネでございます。声入ってる？よかった。ありがち、ありがち、ありがち。待って。あ、ジュンジュさんか。あ、長谷川さんか。ちょっとごめんね。ちょっといつもよりね、ちょっと、ツイキャスのコメントがね、ちょっと見づらいので、ちょっとタブレットで小さいので見てるので、だからちょっと今日メガネかけないとやばそうと思って。そう、本当はね、いつもね、こうやってね、こうやって喋ったりかするんですけど、そうするとね、ちょっと、マイク全く何も入らないから、これでいきたいと思います。はい、そんなこんなで皆様お久しぶりでございます。生放送お久しぶりでございました。先週のどうですか？先週お家で収録して、お家で編集して、提出したものなんですけれども、先週聞いてくれた方いらっしゃいますか？そして、たかしーさん、おととい、水曜日かな？はありがとうございました。なんかツイキャスこちらでは固まってるんですけど、皆さん大丈夫ですかね。さあ、そして、おすす、高尾さん、沖縄大輔さん、亀津さん、長谷川さん、高志さん、沖縄大輔さん言ったわ。はい、いらっしゃいませ。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いしますね。今年っていうか今月。よろしくお願いします。皆さん最近ちょっと風邪が皆さんはまってると思うんですけど、みんな風邪流行ってると思うんですよね。みんな結構ご出身かな？風邪なりたいみたいな感じの人はいないと思うんですけれども、皆さんね、やってると思うんですけれども、大丈夫ですか？ツイキャスコメント。私なんかコメントそこでツイキャスいじるとなんか画面が固まる。あ、動いたけど、またたまったまたまった。さあ、そして高橋さんこんばんは。沖縄さん、こんばんかーな。ヤッホー、久しぶり、しばらくぶり。そう、新鮮な立ち位置。そう、ここはですね、ちょっとビースタで生放送やらせてもらっております。もしね、カーラジオ聞いてる方ね、立ち回り気になる方はですね、よかったら、あ、待って、私のバッグも映ってるやつ。隠そうね。私のバッグ隠そうね。オレンジの小さいバッグだったってバレちゃったからよ。そして、かみつさんこんばんは。たかしーさん聞こえてるよ。ありがとうございます。たかしーさんね、火曜日、おとといか。おとといね、アニバコ出勤してるときにね、遊びに来てくださってね、たかしーさん、会えてよかったです。ツイッターの方ね、ちょっとコメント返してないんですけど、普通にごめんね。あ、めんご。基本的にツイッターは返さないと思ってくださいね。はい、気が向いたら返す感じの人なので、よろしくお願いします。いやー、でも楽しかったですよ。そのラジオのお話したりとか、もうね、身内の話ばばしたりとかね、ラジオがっつりね。で、結構ね、アニバコのね、常連さんともね、結構絡んでて、私嬉しかったのでよかったです。よかったら皆さんね、アニバコ、ちょっとね、スポンサーはちょっと今月までってことになってるんですけど、もしよかったらね、アニバコもね、遊びに
来てくださいね。よろしくお願いします。で、最後の放送、アニバコ？アニバコ、アニバコ、2月の最後か。今月の最後のね、放送の時にはね、ちょっと比嘉さん、うちのオーナーとね、一緒に喋ってるのを録音して、これ流そうかなと思ってるので、よかったらよろしくお願いします。そして、円楽さん。円楽さん、今度の兄貴の映画に出る桜井って子よ。昔福岡でアイドルやってた頃見てたよ、こんばんは。ああ、そうなんだ。円楽さん、ちゃんと見てるじゃないですか。私はマジで本当に、皆さんのこと知らなさすぎるので、人見知りもあるんで、東京行った時にアファーしないかどうか心配ですね。今、まあ、一応後で宣伝もしますけれども、ただね、ちょっと携帯見ながら、そう、iPad 持ってくればよかった。ちょっとね、できないんで、ちょっと充電しっかな、これ。充電できんのこれ。あ、充電できない？これ充電できんのこれ。あ、できない系？あ、これできんのか。これ、カバーついてたらできない系なのか。なるほどね。残念でした。ひふみさん、ごっくんちゃー！ひふみさんも久しぶりだね。今日この後会えるかな？久しぶりだな。たかぶさん、今夜も素敵ですよ。ありがとうございます。本日ちょっとですね、いつもは普段かけないメガネをかけております。コンタクトをね、つけるの忘れてきたっていうか、もうつける時間がなかったというか、つける時間ないから、こっちでつけようかなと思って、持ってきたはずだったんだけど、なんかね、見つからないんですよね。多分、お家に忘れてきたと思うんですよ。ついって言っちゃう。もう、コンタクト忘れる事件ね、ほんとに。ただ、最近ちょっとメガネにも慣れようと思いまして、このね、こっちのメガネ、このメガネをですね、運転で使ったりとかして目に慣らしてきてるので、これはね、なんか他のメガネだと、持ってるメガネとか、度が合わないメガネだと気持ち悪くなっちゃうんですよ。そのコンタクトつけてたら、直接じゃん。直接目に来るじゃん。だからこう、めっちゃこう、何ね、この、ちょっと気持ち悪さみたいなほとんどないんだけど、やっぱメガネってやっぱりあんまり慣れてないから、まあ、小学生の頃からメガネかけてるんですけど、もう最近じゃもうコンタクトでずっと過ごしてるので、普通にメガネがね、気持ち悪くなっちゃうからね。あー、DMR さん、キャーかな。お久しぶり。パパヤさん、あら、かわいい。メガネかわいい。ありがとうございます。そう、メガネなんですよ。メガネ見て、ほら、メガネだよ、ほら。メガネです。そして、さっき風呂入ってきたからね、湯冷めしないか心配なんですけれども。ただ、もう沖縄は暑い。もう夏が来たんではないかってぐらいの暑さ。やばいよ、マジ、ほんとに。ちょっといい加減にしてほしいぐらい暑いんだけど。で、3月に東京行くんで、この気温差でやられないか心配なんですよね。ディズニーシーに行くのよ。だから多分寒いと思うんだけどさ。で、3月に、さっきね、円楽さんが言ってた、うちの兄貴、あたぬきしのぶってやつがいるんですけど、うちの兄貴にね、2歳上のね、31になったのか32になるのか知らないですけど、そう、そいつ、あ、まだ2になってないやつだ、31のね、男がいるわけなんですけれども、東京で役者活動とかもろもろやっていて、なんだけど、最近は、あと前も声優とかもちょこちょこやってたのかな、なんですけど、そいつがですね、もう、舞台かな。映画だ。映画の監督を始めてて。自分で映画自主制作でやって、で、キャストを募って、まあ、やるみたいな。で、今、クラウドファンディングやってるので、よかったら私のね、あたねからのツイッターからリツイートしてたりするので、もしご支援いただける方はよかったらよろしくお願いしますって感じなんですけれども、まあ、そこの映画に、まあ、ちょぼっと出してもらうっていう感じで。はい。で、東京行くついでに、ディズニーに行くついでだったらいいよ、みたいな感じで言って。だってもう飛行機の遅いからね、あいつね。まあ、もう本当に。だから、私はディズニーに行くのがメインだと思いながら映画を撮りに行くわけですね。ちゃんとね、ギャランティーはあるんですけれどもね、大丈夫ですよ。そこはね、兄弟ですから。んでさ、まあ、どうだろう。ラジオに呼んでやってもいいけれども、だから電話になるし、なんかもう、なんかね、久しぶりに話すから、アファーするからさ。なんか、沖縄のワッタージャーグアンバンドさんの、このラジオに前ね、兄貴と一緒に出させてもらったんですけど、まあ、その時にね、まあ、宣伝というか、それでちょっと、ラジオじゃない、999本のバラっていう、タイトルの映画なんですけれど、そちらをね、この宣伝をさせていただいたりなんかしてね、はい、BGM ね。待って、一回ちょっと、これね、入れたまま、閉じれるかどうか。閉じれる！流せる！え、じゃあ携帯見れるじゃん。ハッピー、ハッピー、ハッピーなんだけど。さあ、嬉しいですね。あ、石ころさん、よろもっこり、個室の綿抜きですな。そうで、こんにちは。個室の綿抜きでございます。いつもと違う角度でお送りしておりますのでね。もうめちゃくちゃオフなんですけれど。メガネかけるとさ、なんかオフ感がすごい出ない？いつもコンタクトなんですけど。たかしさん、3月は花粉飛んでるかも。やだな。私、花粉症になったかもしれない。わかんないよ。あと、沖縄って花粉ないからさ。3月ったらもう花粉症の時期か。やだな。
心織太郎さん、お晩でございます。お久しぶりです。2週間ぶりの生放送なので、どうなるかわからないんですけれども、まあ、ビースタでやってるからっていう理由でね、ミスができるっていう感じですね。2週間ぶりっていうのもありますけどね。ちょっとね、2月1日の放送ね、もう収録放送にしようと思って準備しようと思ったんですけど、ちょっと間に合わなくて、結構多忙だったんですよ。なので、ちょっと2月1日は、まあ、再放送でやらせてもらって、で、その、先週ですね。先週の方はお家で撮ったものっていうのを流させていただきましたね。どうでした？みんな。私聞いてないんですけど、ね、タカシーさんにも聞いたら聞いてないって言われて、聞いてないよねそれで、ああ、生放送じゃないと聞かんよねふやーみたいな感じですよね。3週間ぶりじゃないわ。3週間ぶりか？え？ 3 週間ぶり？ひふみさん。え？嘘。え、待って。ラジオしたよね、私。あれ？あれ？したっけ？来週はとか言ってたから。2週間。あ、でも25日。うん。ラジオやってたはずだから。多分、2週間ぶり？ 2 週間ぶりじゃない？わかんない。わかんない。でも、ひふみさんに会うのはってことなのかな？どうなんでしょう。さあ、お久しぶりでございます。ね、999本のバラのね、宣伝というか、あれをしてやってもいいんですけど、どこに行ったかね、ページがね。ちょっとお待ちくださいね。あ、で、昨日みんなバレンタインだったけど、どうだった？私はね、お菓子をもらいました。アニバコで。アニバコでお菓子もらいました。売れてぃ。で、クラファンリターンとかいろいろあったりとかして、なんていうのかわかんないですね。うちの兄貴の、この、何、組織。SWP、スワップかな？スマップみたいですね。ボリューム3、999本のバラっていうのがありましてですね。これ上演会は東京で9月でやるんですけれども、ゼーロー亀津さんゼーローなの？パパヤさん、バレンタイン、いちご大福もらった。めっちゃいいやん。いちご大福食べたい。なんかさ、和食ってめっちゃいいよね。和菓子とかそういう系のね。なんでからさ、うちの兄貴よ、このページでさ、役者紹介してるっつって、全キャスト紹介終わりましたって言ってて、あれ？私ページないやーんと思ってたんだけど、もしかしたら私見逃してるだけかなと思ったんですけど、連絡したらですね、忘れてたらしくてですね、おいこいつやってるやつさ、うちの兄貴マジで抜けてるんですよ。面白いやつですよ。いつも普通に取り繕ってるんですけど、めっちゃ面白いから、よかったら見てくださいね。うちの兄貴も、あだ名岸信で、リツイートしまくってるんで、よかったらフォローしてあげてくださいね。頭おかしいんで、面白いですよ。今ですね、クラファンがですね、まだ成功率が 13% とちょっと低めなんですけれども、支援者、19名の方に支援していただいております。ありがとうございます。で、支援期間っていうか、クラファン期間がですね、13日までなので、13日間。はい。今月末までなので、よかったら皆様よろしくお願いします。沖縄さん、バレンタインだったかね？うん、僕は、親から含めて、2つもらった。1つは職場の上司から、しかも手作り系のお菓子。手作り系のお菓子、エモくないですか？なんか去年まで私手作りで頑張ろうと思ったんですけど、めんどくさくてもやんなくなっちゃう。やんない。おやら、お菓子てかさ、甘いものがそんなに前より得意じゃなくなったから、なんかもう無理して作らなくていいかなと思ってたら、そのね、最初の方にコメントあった。おすずって子がね、手作りのクッキーをくれたの、メタモンの形したクッキーくれたの、女子力と思ってさ、いや、マジで私本当にちゃんとやらないといけないなと思ってさ、ホワイトデーはちゃんとします、ホワイトデー。ちょうどホワイトデーですね、来月の木曜日なんですよ。だから、なんかね、ワンチャンね、ワンチャンと思っております。ワンチャン。ちゃんとワンチャン。ワンチャン。ワンワン。ごめんね。頭おかしいみたい。久方ぶりにゼーローって TMR さん。いいですね。大悟さん、ヤッホー、久しぶりじゃないですか。心織太郎さん、くら寿司ファンクラブ。違うよ。クラファンは違うよ。ごめんね。多忙でさ、バタバタしたからさ、水も買えんくてさ。だから、ノー水生活を送るんですよ。あと15分ぐらい。水なし生活するんで。ちょっとカサカサしてさ、乾燥するわけよ、この時期。なんか暑いくせに乾燥するの意味わかんなくない？なんかリップクリーム家の中でなくすした。リップクリームすごいなくさない？めっちゃ話コロコロ変わるんだけど、ごめんね。なんかさ、新しいの買ったらまた前のが見つかって、で、だからもう本当にリップクリームだらけになるわけよ。で、それね、もともとあったやつは使ってて、で、新しいの後から使おうと思ったら、新しいのがどっか消えるわけよ。で、新しくないやつもなくすから、もう予備で買ったやつどこだったかなと思いながら買うわけよ。そしたらまた出てくるわけよね。もう何本になればって話ですよね。本当に嫌になっちゃいますよ。っていう感じで。まあ、普通に昨日はですね、メダルゲームしに遊びに行ってたんですけど、あれですよ。ドラパレに行ったんですよね。ドラパレに最近行きすぎなんですよ。夜に思い立って、ちょっとメダゲーしてーなんてなるから行くんですけど、そしたらね、UFO キャッチャーがありまして、UFO キャッチャーにちょっと今からクレーム言うんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ FMQ のは。大丈夫ですか？変な感じで言わないんで大丈夫ですよ。なんですけど、
小さめの UFO キャッチャーあるじゃないですか。そこに、わかる、小さめの、あれ、わかるかな、みんなわかるかな。居酒屋の、でっかめの、何結構デカめの有名なところとかの、居酒屋の、なんか受付の近くにある、小さめの UFO キャッチャーって言ったらわかるかな。カメツーさん、リップクリーム、部屋に5本隠れて。いやー、怖いやつさ。私もすごい数ありそう。なんですけど、そう。で、そこの、UFO キャッチャーの中に、普段はやらないよ、UFO キャッチャーって。なんか、たるそうなお菓子とか、アーム強めですとか書いてあるやつしかやらないんだけど、前はプリッツをそれでゲットしたんですけど、でも1000円ぐらいでプリッツゲットしたから、本当に元取れてないなと思ったんですけど、まあ、楽しみですよね。娯楽を買ったってことでいいんですけれども、ごめん、許せなかった。娯楽でも許せなかったんだけど、アームがめちゃくちゃ弱いんですよ。その小さいやつって。まあ、その、お店によって違うと思うんですけど、だし、日によって違ったりもすると思うんですよ。気分によってね、この UFO キャッチャーの小さい子のね、気分によって変わってくると思うんですけど、普段だったらやらないんですよ、フィギュア取ろうなんて。なんでなろうと思ってます？なんで私、水ないです、ひふみさん。ひふみさん、水ない。そう。アームテロテロなの。マジ。パパヤさん、わかる？なんかね、何回でも移動できるやつ、その制限時間内で移動できるやつだったら、こう移動できるんだけど、掴むわけ。掴むんだけど、上にグイーンってこうグラグラしながら上がった途端にアームの力が一気に弱まるわけ。だから、パパヤさんって落ちるわけ。これをね、何回も繰り返して。一応ね、わかります？なんで私が、この一回で諦めなかったっていうとですね、りょう、ありがとうございます。ワンピースのバギーだったからなんですよ。エコーできるかな？エコーありますか？エコーないですか？エコーナーサースは見つからなかったからやめます。エコーは自分でやりますね。バギー、キ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 ーがあったわけなんですよ。ワンピースのバギーと言ったら私フィギュアを10体持ってるぐらいバギーが好きなんですよ。で、しかも普通のバギーじゃなかったの。今の時期出てるってことはワノ国編っていうことは最新のやつなんですよね。四皇のバギーなんですよ。四皇のバギーのフィギュア私持ってないんですよ。一応ね、リスナーさんからいただいたりとか、あとはね、知人から。誕生日プレゼントもらったりとか、いろんなものをね、バギーもらったりとか、で自分で買ったりとか、あといろいろあるんですけれども、はい、うん、おうおうおう、あ、アニメめめめ、あ、噛んだ。ごめん。秀樹さん、そう、そう、私、オタクなんですよ、そう。脳内エコーで、やらせていただきたいと思います。私の中ではもう脳内エコーで入っておりました。なんですけど、この、バギーね、私、ワンピースのバギーが本当に一番好きなの。もう超好きなの。もうめっちゃ好き。もう超好き。もうなんかもう、なんか執念みたいになってる。もう怖いもんね。そう、それぐらい好きなんですけど、もう待って、BGM またかけたら私また喋り続けそうな気がするからさ。あれなんですけど、まあ、かけるけどね。かけるよ。なんですけど、これね。なんですけど、もう乾燥する、もうクーラーがね、間近で効いてるからだと思うんですよ。でもこれ消したら暑いからやめます。10体。まずね、まあ、初期バギー。一番最初の、まあ、普通のバギーですよね。普通のバギーのフィギュア。で、プラス、あとは、この、頂上決戦編っていうか、頂上決戦編で合ってる？エースが亡くなった時のやつね。あの辺の海軍のバツって書いてあるバギーと、あれ、映画、スタンピード。スタンピードの金髪のバギーとか、もういろんなバギーのフィギュア持ってるんだけど、四皇のバギーのフィギュアだけないんですよ。で、一番初期の、その、本当に最初の1、2巻で出てきた時のバギーの、幼少期時代。この、シャンクスとこういうことがあったんだぜ、みたいな話をした時の、ちっちゃい時のバギーのフィギュアも、その、いただいて、はい、リスナーさんというか、あれですね、リスナーさんですね。この舞台とかで、その差し入れでもらったりとか、もういろんなバギーをもらってるんですけど、持ってんだけどね、四皇のバギーだけ持ってないんですよ。だからもうめっちゃ欲しかったの、四皇のバギー。ちっちゃめのバギーなんだけどさ、だから、一応考えたの。めっちゃ考えたの。一応ね、100円で終わらせるべきかって考えたんですけど、私100円で諦めたら、バギーのこと好きじゃないなと思ったの。だからお金ちゃんとかけないといけないっていう感じ。ありがとう、たかしさん。そろそろ CM だよね。うん。タミさん、今日前髪決まってんじゃん。そう、前髪、さっき今風呂入ってきたからさ。だからもう髪の毛決まってるわけ。ただね、コテでちょっと出やる時間がなかったから、後ろの毛がボワボワなんですけど、気にしないでね。そろそろ CM 行かないといけないんだけど、ちょっとバギーのね、四皇のフィギュアが欲しいんですけれども、UFO キャッチャーで撮るよりも、バギーって結構ね、男性の人気はあったりするんですけど、女性人気があんまりないので、結
構ね、漫画倉庫とかで売られてたりするんですよ。私結構マイナーキャラが好きなので、漫画倉庫にはもう大変お世話になっておりますね。はい、中古でちょっと買わせていただきたいなと思いましてですね。とりあえず一応500円だけね。4校のバギーってどこの高校？違うって、心折り太郎さん！時間ないのにも！ふざけてから！いいよ。ひねきさん、俺は、オムライスビリット。覇王丸が好きなんだけど。はぁ、わかんないな。ひふみさん、水買ったけど入るタイミングわかんない。今から CM 流すんで、その時に来てください。よろしくお願いします。私ね、ゲームだったら龍が如くばっかりやってるんですよ。龍が如くとか、最近はちょっと FF のリメイクだけやってる。セブンのリメイクだけ。で、新しいセブンのリメイクが入るから、待って、CM 入らないといけないんだった。そんなこんなで、私オタクなんですけれどもね。待って、これね、ちょっとね、こう下げてってね、こうね、そこで下げてって。ぶつ切りにならないようにする。あー、玉がよろしい。あー、天才やな。というわけで、CM 流したいと思います。アニバコの CM から行きたいと思いまーす。はい、CM 流しまーす。はい。オタク話に花咲かせたいそこのあなた！アニバコって名前も、オタク女子たちと趣味の話で盛り上がれるアニソーバーが、ヤフソ通りにありますよ。月曜日から木曜日は20時から26時まで。金曜日と土曜日は21時から27時まで。日曜日は定休日。さあ、気になったそこのあなた！アニバコにレッツラゴー！さあですね、はい、連続で流したいところなんですけれども、携帯で流しているためにですね、またちょっとね、時間が必要なんですよね。ちょっとお待ちくださいね。はい、ベンチャロンの CM でございまーす。グリーンカレーとか、ガパオライスとか、タイ料理食べたいな。うん、オタクめっちゃタイ料理と言いました？タイ料理ベンチャロンでは、あ、ニンニクやさやハーブ、ね、米油などの食材にこだわったタイ料理を大衆紙のベテラン主婦が現地の味をお届けします。サムライスピリットか、それなら聞いたことある。さあ、いつもだったらここでですね、あれなんですよ。いつもだったら入るはずのものがあるわけなんですけれどもね。携帯にデータを移し忘れました。はい。なので、ちょっとね、今から、何ですか？この、わかります？この、あれ？みんな心で聞こえてる？さあ、皆さん、なんだっけ、ゴマをすりましょうっていうところがあるんですよ。トゥー、トゥルッ、トゥー、トゥルッ、トゥー、トゥー、トゥルッ、トゥー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 、トゥへえって。さあ、そして、ラジオの CM 中にですね、ひふみさんから水をいただきました。ありがとうございます。感想で死ぬところだったのでね。本当はね、ちょっとね、さっきね、CM で連続で流せるんだったら、ちょっとね、あれ飲みたかったんですけれども、ちょっとね、どうしてもちょっと携帯でやるとね、ちょっと日差がありますので、ちょっとさすがにちょっと BGM なしだとちょっと怖いので、ちょっと違う BGM 流したいと思いますね。あ、こっちだった。水飲みます。さあ、この曲でさ、ごますりづらいんだけどさ、ごめんね。ああ、そう、龍が如くですね、ガイデン7と龍が如くまだ8やってないんですよ。買ったとしてもやる時間がなくて、やりたいんだけどさ、やるならガイデンからかなと思ってます。ちょっと BGM で返してね。ごめん、大丈夫なんですけども、いやー、龍が如くやりたい。8でさ、一応なんか、この予告映画みたいな、予告動画みたいな見てるんだけど、ごめん、待って、ごますりの時間だった、この時間。待って、この BGM だと私オフトークみたいになっちゃう。ごめん、一応ごますりですね。アニソンバー、アニバコ、タイ料理、ベンチャロン、どちらもやっておりますので、よかったらよろしくお願いします。で、明日、ベンチャロンも、なんと、ベンチャロンも、アニバコも出勤しておりますので、どちらもよろしくお願いします。そしてもう一個ね、最近新しい違う仕事始めたので、ただ最近ベンチャロンの出勤が結構減ってるんですけど、ヘルプで入ってるぐらいなので、もしね、来てくれてタイミングがあったらお会いできるかなと思いますね。まあ普通に明日いるんですけど、よかったら美味しいのでよかったら食べに来てください。はい。エムサさん、カナさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ガテリング、天空、第2スタジオからの生放送、お疲れ様です。カナ、お久しぶり、伊達メガネにメケンした。これちゃんとメガネですね。今日はですね、コンタクトを入れる時間がなくて、ちゃんとメガネでございます。メガネ取った方がいい？大丈夫？メガネ取った方がいい？大丈夫？うん。ベンジャロンはタイ料理屋さんですね。ね。やっぱメガネだってあんま見えないです。メガネかけます。メガネなしの方が私好きなんですよ。ただ、たまにはメガネもいいかなと思ってください。よろしくお願いします。
はい。よかったら食べに来てくださいね。はい。よろしくお願いします。で、アニバコの方はですね、ちょっと今月までってことになるんですけれども、レンジャーの方はそのまま多分続くと思います。また、スポンサーいなくなっちゃったら、またちょっと告知しようかなと思うんですけど、告知シーンもまた作ろうかなと思うんですけど、よろしくお願いします。そういう感じで話してたら、もうあと3分ぐらいですよ。生放送。早いですね、30分番組っていうのはですね、本当にね。はい。あー、宜野湾にありますよ。ティムルさん、メガネ女子、そう、ムー、あ、メガネ女子好きなの。メガネめっちゃ好きな人と、メガネそんなに好きじゃない人っているじゃないですか。ガチメガネか、伊達メガネか。で最近ちょっと伊達メガネもしたいなと思ってたんですけど、もう普通にこのメガネでいいかなって思ってきた。わざわざ。でも丸メガネもあるの。私丸メガネ異常じゃないぐらい似合うわけ。まだなら頑張りたいんですけど。ショートヘアの時はね、ね。あ、秀樹さん、龍が如く、中井貴一が薬剤役で笑った。そう、これセブンのやつですね。セブンで登場したんですけど、めちゃくちゃいいんですよ。もうセブンマジで神だった、本当に。もうね、ウルトラマンセブンも好きなんだけど、マジセブンがつくものってもう神なんじゃないかって思い始めてるんですけど、あと1分半ですね、ちょっとね、ごますりそのままで、はい、荒川さん、そう。で、メガネ似合う系、女子ありがとうございます。メガネ似合う系でいきたいと思います。というわけで、はい、まああと1分半ぐらいなので、まあ宣伝とかってのがあんまりないんですけど、宣伝ないな。一応、クラファンやってます。うちの兄貴がっていうのと、で、そこの映画にちょっと出させてもらうからよろしくねっていうのと、あとはなんかあるかな。まあ、5月に、ちょっと、9人のっていう舞台にね、ちょっと出させてもらうので、まあ、後々、まあ、近々また宣伝させていただくと思います。稽古も始まってくると思います。ぐらいだな。あと、YouTube 広告、なんで、YouTube をね、更新しなくてすいません。撮る時間がなくて。すんまへんって感じなんですけれども。というわけで、あと50秒ぐらいでございます。基本的に、あ、でも本当にランダム。めっちゃ、出勤、ヘルプぐらいで入ってるから、よかったら美味しいから食べに来てください、ね。だから、出勤してる時にいたら、運がいいねぐらいの感じでよろしくお願いします。はい。こんな感じで。美味しいんで、よかったらよろしくお願いします。で、30秒ぐらいですね。というわけで、この番組はアニソンバー、アニバコ、タイ料理、ベンチャロンの提供でお送りいたしました。来週も多分このビースタからになるのかなと思うんですけど、ん？あ、私は作らない。ホールだから。タイ人が作ってるご飯、美味しいご飯をね。で、多分ね、ちょっと、変更する時間みたいなのがあるから、あれなんですよ。ちょっと、あと3分話せないと思います。では、今日もありがとうございました。あと7秒でございます。皆様、来週もよろしくお願いしまーす。またね、ありがとうございます。多分もう終わりなんじゃないかな。多分ね、次の入れ替えも。入れ替えないか？大丈夫か？入れ替えない、ないけど、ひふみさん来るかな？お疲れ様でございます。喋れるかも。ひふみさん呼んで喋る？これがメガネなしだ、私の。一番ちゃんとメガネなしが好き。メガネあると、なんかメガネの印象が強くなっちゃうから。あれかな。パッタイ食べたい。パッタイめっちゃ美味しいよ。うちのパッタイはマジでうまいから、本当に。皆さんよろしくお願いします。さあ、こちら抜きましてですね。ね。いや、でもよかった。普通にバタバタしたけど。でも私本当に今日時間なくって。マジで本当に、あれよ？何時に風呂入ったと思う？私が。何時に風呂から出たと思う？なんと、19時。7分に風呂から出たんですよ。で、即、もう猫にご飯あげて、ね、髪の毛乾かして、メイクして、もう即で出てきたんですけど、マジで時間やばい。あー、嬉しい！明らかさ、嬉しい、本当に。優しいんだから、まったく。私のリスナーマジで優しい。メガネかけちゃおう、じゃあ。で、聞いて、今日さ、私、うん。え？わかんない。かなり記憶薄いけど、名食の化石松田何わかんない。松田優かわかんない。自宅で探そう。頑張ってください。記憶のかけらを探して。沖縄さん、正直な感想ありがとう。嬉しいな。あと、まあ、30分までじゃあ喋りましょうかね。大丈夫だった。忘れてたやつさ。この後生放送がないことを忘れていました。私。2週間ぶりだから忘れておりました。なんですけど、もうやばいな。メガネかけてるとやっぱ印象変わるね。なんかちょっと大人っぽくならない？このメガネが。やばくね？なんかちょっと大人っぽいよ。
で、あと猫背すぎ私。やば、猫背すぎや。やべ、変えないと。そう。マジある嬉しい。結論カーナ可愛いでよろしくお願いします。髪の毛伸ばし始めてからやっぱりね、印象が結構変わったから。前まで結構派手な感じだったんですよ。もう金髪とか普通に。大人っぽいよね。猫のメガネね。べっ甲の見た目してるからさ。ちょっと大人っぽいやつさ。あ、もうあります。ありがとう！みんなありがとうございます。バイバイ。ツイキャス切ろうと。